はい、こんにちは。三重大学の今年の問題を紹介いたします。すべての実数 X に対して、まあ、こんな不等式が成り立つような A の範囲を求めなさいと。まあ、指数の式ですけども、まあ、実質、まあ、こんなの見た瞬間、2の X 乗を、まあ、T かなんかで置きたくなるんで、まあ、そうするとこれが、まあ、T の3乗なんで、まあ、3次式ですね。3次方程式、3次関数のグラフを考えてあげればいいのかなと。まあ、ただし、まあ、普通の3次関数だったら、もうマイナス無限からプラス無限なんで、必ず何かよりちっちゃいなんてことはありえないんですけども、この場合、t の3次関数なんで、t はこれ、指数なんで、0よりでかいですと。2の x 乗なんで。指数関数もこんななんで、必ず0よりでかいんで、定義域が0よりでかいから、まあ、上限があると。じゃあ、まあ、まずはこれを t の式にして、t の3乗が、3t-a だと。まあじゃあ定数は分離したいから、これこっち持ってきたつもりで、こっちに書くから、じゃあ、こうか。で、これをこっち持ってきてるんで、マイナス t3 乗プラス 3t と。じゃあまあ、こっち側を f カッコ t とでも置くと、f カッコ t をマイナス t3 乗プラス 3t と。すれば、まあこれ、3次の係数マイナスだから、まあ全体としては右下がり。まあ、極地があれば、まあ、こんなようなグラフが、t が0よりでかいからこそ、どっかにこう線引いて、a っていう線を引いて、それよりも必ずちっちゃいと、まあ、だから実際にこの辺に0があるならば、こっち側だけだったら、ある a よりもちっちゃくなりませんと必ず、こっちないんで。っていうような感じなんで、まあ、これをグラフ丁寧に書いて、a の値を決めればいいかなという、それだけの問題ですと。じゃあ、まずはグラフ書きたいから、微分して f' カッコ t はマイナス 3t 次乗プラス3なんでマイナス3で含って2乗引く2乗だからプラス1と t 引く1と。ってことはプラスマイナス1で極地を持つと。じゃあグラフ書いてあげると、まず定数ないんで原点取りますね。で、全体に右下がりでマイナス1で極小プラス1で極大ですね。なんでまあこんなようなグラフになると。で、じゃあ、マイナス1の時が、まあこれ関係ないですけど、こっち側も0よりでかい範囲なんで、これはもう関係ないですけども、マイナス2。で、プラス1の時が、3引く1だから2と。じゃあもうそしたら A がこういうあたりにあれば OK と。で、どこまで下がれるかなって言ったら、まあ、統合入ってるんで、2ぴったりも OK と。じゃあ A が2以上だったらば、このグラフは必ず A よりも小さくなるということで A が2以上ならいいという、まあ、実に基本的な問題でしたと。じゃあ以上です。ありがとうございました。